皆さんこんにちは。日本年始教会の中曽根です。今は5月で、本当に一年中の中でも一番いい季節で、風薫るなんかこう5月と言われておりますけれども、なかなかパンデミックという、ね、世界中のどこかで、感染爆発をしている状況がまだ収まっておりません。また世界情勢も不安定な中で、この日本の、まずこのネイルビジネスの最先端で働くネイリストさんが大変元気で、ね、サロンワークを一生懸命続けていらっしゃるという、そういう情報を得ますと私たちも元気になります。そんなことでこう常に皆さんの心の支えになりたい、またはよりどころになれればと、教会としてはいつもそういう思いで活動をしておりますが、ここ2年間のコロナ禍でなかなか通常活動ができません。そこで、皆さんに元気になっていただくために、今日は待ちに待ったリアルイベントの お知らせを申し上げます。2019年からですか、年末からこのコロナ新型ウイルスのこう感染が始まって、その拡大に伴いイベントも中止せざるを得ませんでした。で、おととしですね、2020年のネイルフェスティバルは、アジアネイルフェスティバルは中止にし、そして昨年はオンラインでの開催となりましたが、今年はいよいよ通常開催をいたします。7月10日11日の開催です。本来ならば、ゼロコロナゼロリスクで、開催するのが一番望ましいとは思いますけれども、やはり、ゼロコロナを目指していたのではこの収束も見えないし、ゼロリスクというのはありえない、外出てもいろんな危険があるということ、ということはやはりこの2年間私たちがずっとこう耐え忍んでたところからいよいよこう活動し始めるわけですから、徐行運転だったり安全運転だったり、常にこうブレーキを速度を落とせるようなね、ブレーキをかけたりできるような運転をしながら、こういったリアル開催をしていかなければならないというふうに思います。というわけで、会場は、いつもの会場の半分、1会場を使って行いますし、そして、入場される方につきましても本当に煩わしいとは思いますけれども、事前登録が必要だったり、または PCR 抗原検査の陰性証明書、ワクチン接種の証明書が必要だったり、また、時間帯により入場者が重なりますと入場制限を行ったりとか、やはりゼロリスク、ゼロコロナではないというところで、ご入場される方にもぜひご協力をいただかないと、この開催は本当にすることはできません。この開催によってまた弾みをつけて、この日本で働くネイリストの方々、ネイルに従事する方々のためにこの元気をここで出していただければというふうに思います。アジアネイルフェスティバル in 大阪2022は、久しぶりにモデルさんを使ってのコンペティションもございます。これはアジアカップ、それから全日本ネイリスト選手権、お申し込みは5月6日から20日までの期間となっておりますので、どうぞ皆さん競って、お申し込みをいただきますようにお願いいたします。パワーオブザネイル、この言葉を合言葉にして、そしてそれはいつ Time is now、 今がその時です。開催まで楽しみにお待ちください。